愛妻ナマステ、こんにちは、酒猫でございます。今回は大雪海のカイナ、星の賢者映画を考察、レビュー、解説、感想まとめてお話ししていきたいと思います。まずこちらの作品はテレビシリーズすべてを通して映画版で完結するという流れで今回の映画が発表されました。そのためテレビシリーズ版も含めてお話しできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずカイナが敬語を使わない背景には、彼が上下関係の存在しない世界、特に天幕で育ったからだと思います。この世界観は一度増えすぎた人類がリセットされ、特定の条件を満たした選ばれた人間だけが天幕に住むことを許された結果だと考えました。カイナはその選ばれた人々の子孫として、特にそこまで水不足の問題に悩まされることなく、精霊光に出会う資格をそもそも持っていたと考えます。天幕に住む人々自体が争いや人を疑うことを知らず、純粋で平和な生活を享受しているっていうことからも分かりますよね。例えば鋲山の家系が記録の読み書きを許された唯一の家系だって話していましたが、看板 G のような人種が普通に天幕にはいること自体、この特別な環境、そこに住む人々の特質というものが伺えます。これどういうことかっていうと、この天幕に住む人々って鋲山がやろうとしていた軌道樹の切断、人類の一旦リスタートですよね。人類のリセットと言ってもいいかもしれません。こうかつて人類が増えすぎて、それに伴うリソースの枯渇と環境の変化が問題となった後に、新たな世界をスタートするために天幕に人々、選ばれた人々をこう配置したのだと考えました。そうすると精霊光は何ぞやっていうところがだんだん溶けてくるんですよね。精霊の光っていうのは実は心情、人の心を読み取る AI なんですよ。常に心が健やかな適正者、つまり新しい世界を迎え入れることができる人間をチェックしてるんですね。なんでそもそもカイナは天幕にいる選ばれた人間なんで、選ばれるっていうことは確実ではあるんですけれども、その下の世界ですよね。水不足に陥ったいろんな人たちが住む世界で、リリハっていうのはかなり特別な存在であったのだと思います。でこの光、AI ですよね、この心が健やかな適正者だけをこう選別しているんですけれども、こうやって考えると虫たちもまた天幕の生態系の一部として、これバイオテクノロジーによって創造されたものだと考えると面白いかもしれませんね。彼らも天幕では特別な存在で、天幕にしかいないっていうお話もあったじゃないですか。そもそも人間の生活において食料にもなるし、建築材料にもなるし、人間にとってかなり都合のいい存在ですよね、あの虫たち。でこの虫たちっておそらくバイオテクノロジーによって東亜工業によって開発されたものなんだと考えました。そうするとね、結構ね、納得いく部分が多いのかなというふうには思います。結構ね、長期間テクノロジー、生命体として動いてたものなんで、かなりの長期間の経過によってコントロールが効かなくなって人を襲うようになってしまったのだなというふうに考えます。あとはゴーストいましたよね。建設者、賢者の部屋を守っているゴーストなんですけれども、このゴースト自体もロストテクノロジーによってもたらされたある種の防衛システムみたいなもんだと思います。精霊の光自体が人の心情を読み込む、観測することのできる AI だとしたら、ゴーストもまた人の心を侵食する、読んでこう防衛本能を働かせるみたいなロストテクノロジーがあるために、あそこから進めるのは AI が認めた光、光が認めた人間じゃないといけないというわけだったんですね。だからおそらくカイナじゃなくてもリリハでもいけたんだと思います。この2人だったらいけたんじゃないかなというふうには考えました。
梁山なんですけれども、実は間違ってはいないんですよね。やり方が正しくなかったっていうことがあるんですけれども、それが示唆されている描写っていうのがいくつかあるんですよ。先ほどもお話しした通り、カイナの元々いた天幕って実はある種人類をリセットした後なんですね。増えすぎた人口をリセットして新たな地球を迎えるっていうことをした後なんですよ。つまりそれどういうことかっていうと、梁山がやろうとしていたテラフォーミング計画そのまんまなんですよね。なので梁山もまたこのテラフォーミング計画をしようっていうプランを考えていたのが、まあプラン B だとして、それとは別にリリハとカイナが行おうとしていたことは、人類を減らすっていうことではなくて、まあ資源を新しく作り直すというね、再生ということなんですけれども、これ実はまあ梁山のプラン B って別に間違っていないっていうのは先ほどお話しした通りなんですが、じゃあリリハとカイナがもたらしたプラン A の未来世界って間違っているのかと言われれば、まあこれも間違ってはいないんですが、ただ歴史を繰り返しているだけなんですよ。どういうことかっていうと、新しい人類によって新しい世界がもたらされたじゃないですか。実は賢者たちが望んでいるのと少し違くて、賢者たちが望んでたのってカイナのように争いを考えない人間たちだけで新しい世界を創生してほしい、まあ地球を誕生させてほしい、その中で新しい人類にまあ育ってほしいっていうのが思いとしてあったんですけれど、普通に梁山とかその他、まあ労働者と呼ばれているまあ下の世界の人々ですよね。だからカイナではなくて、例えばそれはリリハの国もそうなんですけれども、特にこう争いを進めていた人たちに生き残ってほしくないわけですよ。だからなんで建設者みたいなああいう物騒なものを残してたかっていうと、もう争いをしまくって、で水が途絶えて、で上の天幕の人たちに届かないでほしいっていうのが実は願いだったりするわけですよね。つまりまあ極端な話、下の世界で殺し合ってほしいと。でその殺し合いをもしやめる、まあそういったことが良くないって考えて停戦するんだったら、きっとまあ下の世界の人間もまあ少しは残るから、そういう人たちと一緒に新しい世界を創生しようっていうふうに考えていたのかなと思うんですよね。まあそうすると結構梁山のような危険思想というか、まあ他にもいますよ。危険思想っていう言い方は悪いかもしれませんが、まあ例えばですね、アメロ帝なんかもそうですし、あとはオリノガとかもそうですよね。結局その暴力によって全てを解決する、暴力を解決手段の一つとして考えている人間をまあ残したくなかったんじゃないかなというふうに考えました。だからこそ下の世界って水が枯渇したりとか、あとは記録を残す人だけしか残さなかったりとか、そういうね存在の扱いをしていたのかなというふうには思いました。だからある種梁山の考えって正しくて、まあその争いの中で一番上の頂点に立つ人たちで、まあ、少ない人口でやり直してもまあいいんじゃないかなっていう考えもあるので、それはそれでプラン B なんですよ。でそのプラン B っていうのは、そもそもじゃあ新しい地球使わないでねみたいな、機動銃を全部なぎ倒して、その中で水をやりくりして、まあ争いの中で生き残ってね人類よみたいな、まあそれはそれで人類のまあ良いところっていうか、まあそれもまた人類だよねっていうところがプラン B だとしてあったと思うんですよ。で本来のプラン A っていうのが、カイナのように、まあ、天幕に住む人々のように争いとか人を疑ったりすることを知らない心の持ち主たちだけで新しい未来を創生してほしいと、これがプラン A、 本当のプラン A なんですよね。だからプラン A とプラン B が合体しちゃった状態なんですよ。でこのプラン A とプラン B が合体した状態、何かって言えば今のこの地球なんですよ。多くの資源がまた新しく人類の手に渡りましたよね。で当然のことながら人口も増えるでしょう。そして今の私たちのような世界になった時にどうなるのか、資源が足りず増えすぎた人類に対してカイナとリリハね、そして他のそういった争いを持つ思想の人たちはどうするのか、オリノガもそうですし、アメロテも生きています、そういった思想の人間たちがどうなるのか、そこがこの映画の一番
伝えたいところ、まあ、つまり私たちに問いかけてるんですよね。実はこのプラン A とプラン B が合体した世界ってあなたたちが住んでるところなんだよ。資源が足りず増えすぎた人類、戦争が今まさに起きている。あなたたちはどう決断するの？どう決断してこの私たちが提供した、私たちが新しく一生懸命作った地球に対してあなたたちはどうするのか、そう問いかけている作品なんですよ。こっからは感想をお話ししていきたいと思うんですけれども、まあ良くも悪くもファンタジーだって言ってしまえばそれで終わらせることができるんですが、これ全然言い過ぎじゃなくてジブリを超えられるポテンシャルがあるのにめちゃくちゃもったいないことすっごいたくさんしてるんですよね。結構辛口で喋るんですが、この作品が好きだからこそ言うことなんで、もしこういうのが嫌だなって思う人はもう早送りしてしまって構わないです。まず建設者の倒し方が全て落石っていうのがもうちょっとわけわかんないですよ。正直許せないっていう風に思う。で、まあ境地をね脱する機会がたまたま持ってたリリハのペンダントだったり、そもそも権限者の部屋のパスワードがたまたま壁に書かれていたものだったりと、とにかくね脚本にアラが目立つんですよね。僕常々思うことがあって、人が想像できない設定や物語をファンタジーと呼ぶのであって、観客が想像できてしまうようなご都合主義をファンタジーだからという理由にしちゃいけないと思うんですよ。これやったら物語の全てが大破しませんか？だからこそそういうご都合主義をファンタジーの世界だからってやれることが、そのファンタジーの要素を潰すことになりかねない、自分の首を自分で絞めてることになっちゃうんですよね。だからそういうことやっちゃいけないんですよ。それをこの大雪海のカイナの、まあ、星の賢者はやってしまっている。だからいろんなところで賛否のピの方が結構目立つなっていうのは感じられますよね。逆にそれさえなければ物語としてもとても綺麗だし美しい王道を貫いているので、ここのね脚本時間がなかったっていうね、その制約あるかもしれないんですが、非常にもったいないことしてるなというふうには正直感じてしまいました。今回考察が結構少なめじゃないですか。それ理由があるんですよ。まあ、ジブリを引き合いに出すのは違うんじゃないかって思われる方もいるかもしれませんが、そもそもジブリって実はあれだけの年月なんで名作が出てるのかっていうと、そもそも王道を貫いてるんですよね。世界中に受けている王道を貫いてるからなんですよ。だから私はねジブリと比較するのが間違ってるとは思えないので、今回、まあ、比較させていただくんですけれども、そもそもですねジブリ作品は膨大な設定資料と設定画が用意されてて、それを元にストーリーが構築されていくんですね。まあこれ簡単に端折ってるんですけれど、その結果作品の隅々にまでもう情報が散りばめられていて、観客がそれを元にして結構楽しい考察を楽しむことができるんですよ。だから本当はセリフで入れるべき内容情報っていうのを絵の中に入れているんですね。まあセリフとしてもかなり端折ってるんで、そういった情報もなかなかね読み解くことが難しい。まあそれもねジブリの魅力なんですけれど、なんだろう、せっかく CG というね分野で進出されて非常に綺麗な世界観を演出されているのに、そのあたりの設定画が少なすぎるというか、あまりにもまあなんだろうな、無味無臭という絵が多すぎて、キャラクターのねその印象っていうのも皆さんね薄かったと思うんですよね。だからこそ僕たち、まあ私たちが求めるものとしてもっと深掘りしたカイナの世界、まあただ映像で見せるのではなくて、その膨大なね設定資料を用意することで、あこれってこうかもしれないっていう風に考えられる情報を絵の中にまとめておけばまだもっと面白いと思うんですよね。ただまあそういった情報がまとめきれていない、本当になんだろうな、多分争った形跡がないんですよ。これ物語の中の争いじゃなくて、作品を作る過程で例えば脚本家とか映像美術スタッフとか、あの例えばね原作者の方とかがこう争いの中で作り上げられる積み上げられる作品って結構やっぱり深掘りが進んでるんですよ。でもこれなんか争いがないんですよね。まあそれはそれでまあ素敵な作品にもなるんですけれど、そういったまああのある種深掘りとかこだわりっていうのをあまり正直設
程の中、脚本の中では感じられなかった。まあ、例えば銃とか、あとは本当にね機動銃とかもそうなんですけれども、細かいそういう材料そういったところは非常に丁寧に作り込まれてるし、めちゃくちゃ面白いファンタジーだなとは思ったんですけれども、本当にねなんか人物像というか、そのなんだろうな、ことなかれ主義の脚本、ここにねなんか誰もテコ入れしなかったのかなって僕はすごく不思議に思っちゃったんですよね。だから例えばですね、まあ一方で今回の作品ってそうした情報が不足しているから、観客は考察する材料を持たないままにされているんですよ。もうある種分かりやすすぎる。例えばゴーストを突破できないもののパスワードを知っている人物がいてですよ、そのために後世に後を託したみたいなね描写とか、あとはそういった絵が少なからず盛り込まれてればいくらか考察はできるんですけれど、今話したのはただの妄想にしか過ぎないんですよ。例えばあの中のご遺体の中に主人公と同じ服を着ている、あんだけ服に対しても強調されてんのに、その服も全く掘り下げられていないし、本当意味ないんですよね。だからそういった服がそこに、そのご遺体の中に残っている、そういう服が着ている人がちょっと残っている、で主人公それに気づかずにそのパスワード開けるっていうものが含まれているだけでも、あ、これってもしかしてそういうことかもできな、ね、そういうことかもしれないって考察ができるんですよ。でも今話した内容はあのご遺体って普通に労働者としての服装だったんで、そこがないので基本的にはただの妄想に過ぎないんですよね。だからこれもね、物語がかなりチープになってる、まあゆえんでもあるんですけれど、そもそも脚本がしっかりとしてねできていない時点で、この設定画っていう設定絵っていうのは作り込まれないのはその通りなんですけれど、本当にそこがねもったいない、非常にもったいないなと感じてしまいました。他にもピンチを乗り切る切り札がリリハが持っていたペンダントだった。まあこのね設定はね別にいいんですよ。でもリリハのペンダントってテレビシリーズからずっと大切に持ってたものじゃないですか。それを主人公のカイナが取って、あ、これ銃弾に使えるわっつって刃先に詰め込んでボンって言って射出して敵を打ち崩すみたいな、そんなね単純なことでいいのかなって思いましたね。いや、そんなにずっとね大切に持っていたものだったらもっと何かに使うだろうって、結局ね弾丸にしかならなかったっていうね、これなんだろうな、本当にちょっと悔しいんだよな、見てて悲しいし、なんか誰も言わなかったのかなって思っちゃいましたね。例えばリーハのあのペンダントの音って、アメロテが着用してた東亜重工とこう響き合ってた描写ってあったじゃないですか。それも全く活かされてないんですよね。これね、まあ仲良しで作るのはいいんですけれど、仲良しすぎないみたいな、結局観客視点で見てないですよね。これ脚本めちゃくちゃ楽じゃないですか。まあとりあえず、まあ落石で全部落とすかみたいな建設者全部落石で殺すっていう、どうなのそれ。もうご都合主義にも程がある。これねみんな言うでしょうね。まあしょうがないにしろ誰も突っ込まなかったんでしょうね。だからすごい仲良しで作ったとは思うんですけれど、全くね脚本に対して結構簡単に作ってしまっている。何もこうトゲトゲしたところがない、それはそれでいいんですが、もう少しねちょっと話し合ってほしかったなっていうのは結構思いますよね。まあ他の作品って結構なんだろうな、ストライキが起きたりとか、もう変な話ジブリの中って結構大変なこと起きてるじゃないですか。もうだからこそそういったことも全くないんだなっていうのはね、ちょっとね不思議に思ってしまった。まあ結果これですよね。脚本としては楽だけれど、ただ観客としてはやはり、まあ、納得がいかない部分っていうのは多かった。まあそういうふうにそこで面白くないって判断した観客は少なくないとは思いました。まあただねこれだけ言いましたが、それぞれの民族的背景、まあ着ている服とか、あとは文字が伝わっていないからどういうふうに道具を運搬してたのかとか、あとはね機器の設定のこだわりとか、ファンタジーを現実にするような樹木の描き方などはもう全部がパーフェクトでした。まあそのパーフェクトだっただけに、脚本に全く詰め込まれなかったこれらの数々の設定たち、ご都合主義のストーリー展開が本当にもったいなかった作品だなというふうには感じたのが、大雪海のカイナ星の賢者だということですね。さあ感想をまとめということでお話ししていきたいと思います。なんだかんだお話ししましたが、この大雪海のカイナ、
非常に好きな作品です。豊かな世界観とキャラクター、そこに息づく物語、もうポストジブリと言っても過言ではない、そんな可能性を秘めた作品だからこそ結構いろいろとお話ししてしまいました。ただね、別にこれ批判したいわけじゃなくて、本当にもったいないなという気持ちでいるので、ただ気になっている方、まあこれネタバレなんで別に、まあ、気になって見てないって方いないと思うんですけれども、もしねまだ見ていない方、テレビシリーズ見てない方は一見する価値があるアニメと言えます。なのでぜひまだご視聴してない方は見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。サケネコチャンネルでは他にも映画のレビュー、感想、考察、アニメのね、考察なども含めてお話ししていきたいと思いますので、楽しいな、あなるほど役に立ったな、あなるほどなって思った方、少しでもね思った方は、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もいただけると嬉しいです。また、今回の作品に対して感想コメントお待ちしております。結構批判的な目線で喋ってしまいましたが、ポジティブな気持ちね、前向きな気持ちのコメントいただけますと僕としても非常に嬉しいので、よろしくお願いいたします。それではまた映画の世界でお会いしましょう。おつねこ様でした。バイバーイ。